社屋右奥左は、ロイズ本社シカゴにある、ウィリスターシカゴにある、ウィリスタワー・ウィリスグループは、バミューダ諸島に本社を置く、イギリス系保険関連企業、ニューヨーク証券取引所に上場している。ウィリスは、世界第3位の大手保険ブローカーとして、再保険、リスクマネジメント、アクチュアリー業務、財務、人事リソースコンサルティングなどを、開発や提供をしている。 ロンドンのウィリスビルディングに本拠を構え、ネットワークは世界190カ国300拠点。2008年6月、アメリカの中堅保険ブローカーであるヒルブローガルホップス HRH を17億ドルで買収した。2009年7月、アメリカで最も高い超高層ビルであるシアーズタワーの命名権を獲得し、ウィリスタワーに改称した。1828年、 ヘンリー・ウィリスによって、ヘンリー・ウィリス紹介として、ロンドンに設立。1898年に、フェイバー兄弟社を合併して、ウィリス・フェイバー社に、1928年には、デュマスワイリー社を合併して、ウィリス・フェイバーデュマスに改称した。1976年には、ロンドン証券取引所に、ウィリス・フェイバーの名で、初上場を果たした。1990年、 コルーンブラック社を合併し、アメリカに進出。ウィリス・コルーングループとなる。1998年に大手投資会社、コールバーグ・クラビス・ロバーツに買収され、翌1999年に現在のウィリスグループに解消。2001年にはニューヨーク証券取引所に上場した。2009年12月31日に登記上の本社を、 バミューダ諸島からアイルランドに移転し、持ち株会社であるウィリスグループホールディングス社はアイルランドの法人となった。以下の外部リンクも参照。ありがとうございます。